ジープ・ラングラー・レクサス・ NX、スポーツユーティリティビクルとは、自動車の形態の一つ。スポーツ用多目的車と訳されるが、通常は、SUV と省略して呼ばれる。本記事においては、SUV 車ではなく、SUV と記す。SUV には、様々な種類と字が存在するため明確な定義は、存在せず、メディア、辞書、 ジャーナリストの間でも意見が分かれている。近年はあまりに多様化が進行しているため、カテゴライズを各消費者に委ねたものが SUV だという意見まである。現在一般的に SUV と呼ばれるものは、ピックアップトラックの荷台にシェルと呼ばれる居住、過失空間を作り、ステーションワゴンのような形状にしたもの地上高を高くしたり、 ラダーフレーム構造を採用したりするなど、本格オフロード走行向けに設計された4輪、駆動車、クロスカントリー車、モノコック構造で1と2のような SUV 風の外観を持つ車、またはセダンコンパクトカーなどのボディを大きめまたは高めに設計した車、クロスオーバー SUV と大きく分けて3つが存在している。これらは出自こそ異なるが、 いずれも限りなく近い形状をしているため、これらの総称が SUV であると広く捉えるのが無難である。ただし、操縦安定性の向上、NVH の低減、軽量化など、車両の技術的変遷から、ラダーフレームやピックアップといったキーワードにこだわることが難しくなっており、キャラクターとしては1、または2に分類されるが、 ラダーフレーム一体型モノコックとなったため3にも分類される本来1または2だったものが完全なモノコックとなり純然な3となるといった立ち位置の車種も存在する。サイズによっても小さい順にミニ SUV、コンパクト SUV、ミッドサイズ SUV、フルサイズ SUV、エクステンドレングス SUV に分けられるが、これらにも明確な定義は存在しない。 例えば、日本人の感覚では、ホンダベゼルはコンパクト SUV、三菱、アウトランダーはミッドサイズ SUV だが、欧米の感覚では、ベゼルはミニ SUV、アウトランダーはコンパクト SUV に分類される。フォードモデル T デポハックウィリスジープ MC、SUV という名称が最初に、一般人の間で定着したのは1980年代のアメリカの ジープ XJ チェロキーの大ヒット以降であるが、具体的な起源については、諸説あり、明確にはわかっていない。1910から1930年代のフォードモデル T に、デポハックと呼ばれる、背の高いステーションワゴンのような形状の、駅から目的地まで客と荷物を輸送する目的の自動車が存在した。これは、現代の SUV に極めて近いシルエットをしており、 これを SUV の原型だと主張する説もある。1940年代の第二次世界大戦では、ジープが戦場用四輪駆動車として、なおはせ、戦後に民間にも販売されるようになると、積載性や走破性の高さから、野外探検、レジャー用として一部から人気を集めるようになった。1960年代には、ピックアップトラックの荷台に、シェルと呼ばれる、 FRP 製のハードトップを乗せて、ステーションワゴンのようなスタイルにしたものが、各メーカーから登場した。このシェルは登場した頃は、着脱可能なものが多かったが、需要の高さによる生産台数の増加から、後に、シェルと車体が一体化したものが多く開発されるようになり、SUV の単語が登場したとされる。アメリカのある辞書では、SUV は、 ライトトラックのシャシーをベースに作られたステーションワゴンのような車とこのタイプのものが SUV として定義されている。SUV の S のスポーツとはオフロード走行能力の高さではなく本来はピックアップトラックの荷台に作られたスポーツイコール娯楽のための空間のことを指すとされる。またユーティリティビークルとは乗用車に対して商用、軍用など 何らかの目的に沿って設計された自動車のことである。つまり、他目的は、原理にはなく、本来は語訳である。このように言葉の意味だけなら、四輪駆動の有無や、走破性は、SUV の定義には一切関係がない。ただしこの SUV という単語は、実際には、クロスカントリー車や、同型乗車の一般名詞のような状態であった、ジープの商標を回避するため、 ライバル自動車メーカーがひねり出したものであるという説がある。この審議は定かではないが、真とする場合は走破性を一切の無関係とするかには議論の余地がある。1970年代のオイルショックや排出ガス規制とともにカフェが導入された後、アメリカ政府は四輪駆動車もピックアップトラックベースのステーションワゴンも同じラダーフレーム構造ということでピックアップトラックと 同じく税法上有利なライトトラックに分類していた。1980年代にトラックではなく乗用車ベースのモノコック構造のクロスカントリーカーである AMC、イーグルやジープ XJ チェロキーが登場しヒットを飛ばしたが、これらもメーカーのロビー活動によってライトトラックに分類され、この時初めて SUV の故障が公式に自動車区分の一つとして認められた。 これら3種類は、もともとの出自や性能こそ違えど、多くは同じ用途で購入されていた上公的にも同じ分類にされたことで、消費者にも同じ SUV として認識されていった。ただし2010年代以降は、二輪駆動の小型クロスオーバー SUV だけは、前方の恩恵を受けられない乗用車に分類されている。ランドローバーディスカバリー SUV という故障の、 存在しなかったヨーロッパ、オセアニア、日本などの地域では、オフロード向け四輪駆動車を、クロスカントリー 4WD44 などと呼んだ。また、黒感謝メーカーの代名詞であったジープやランドローバーがそのままカテゴリ名として用いられることも、あった。そのため、欧州や日本の実書では、ワゴンボディの四輪駆動車を、SUV の定義としているものが多い傾向にある。 その後北米で SUV と呼ばれている車両が、クロスカントリー車に近い用途、ボディ形状を持つことから、SUV という故障も黒間車を指す言葉として、広まった。しかし、同時期には、ロード性能重視のクロスオーバー SUV が、急成長して、純粋な黒間車の市場を奪っていったため、現在 SUV というと、クロスオーバー SUV を指す傾向が強い。 従来のクロスカントリー車は SUV にカテゴライズされつつも以前通りクロスカントリー、黒缶など区別して呼ばれる。日本では1980年代以降商業や統計の都合からステーションワゴン、ミニバン、SUV をまとめて RV と呼ぶことがある。また日本自動車販売協会連合会の統計上の区分において SUV はジープ型の四輪駆動車で ワゴンとバントラックを含むと定義されている。オープントップのジープ CJ、シボレーブレーザークロカン車タイプの SUV は第二次世界大戦で発達し、ジープ、ダッチなどが名声を得た。戦後も軍事用四輪駆動車は開発され、民間にも販売されるようになり、レジャー車として一部から人気を集めた。またこの頃のクロカン車は、オープンカータイプのものが多かった。 その後1960年代の北米で同形状でピックアップトラックを派生元とする SUV が次々に発売されるようになった。1961年のインターナショナルハーベスタースカウトや1963年のジープアゴニアはその始祖であるとされる。その後、それらにヒントを得たビッグスリーが2代目フォードブロンコ、シボレー慶ゴブレイザー、 ダッチラムチャージャーなどフルサイズピックアップの荷台にシェルを被せたワゴンをリリースし一気に市民権を得ていった。現在も乗用車を含めた販売台数で1から2から3位を占めるほどピックアップトラックが好まれる。北米市場ではかつてはこの手の車には元となったピックアップに近いスタイルを与えることが販売上有利であった。日本車では 1960年代から北米市場へピックアップトラックを輸出していた2大メーカーの N60 系ハイラックスサーフと D21 型系テラノが本来の SUV の解釈通りで2ドアであることピックアップ同様のフロントマスクで室内高が低いこと取って付けたような過失の屋根や窓を持つこと固く跳ねやすいスプリングが特徴であるこの2社が 日本国内で販売された際には、国内の事情に合わせ、スプリングは柔らかく変更され、ディーゼルエンジンがメインとなっている。特に、ハイラックスサーフに至っては、維持費の低い小型貨物中心のラインナップとして、大きな成功を収めた。アメリカのビッグスリーは以前、小型ピックアップトラックを国内生産しておらず、日本車とバッティングすることもなかったため、 このクラスの輸入関税は低く設定されていた。これは日本製乗用車の輸入台数を制限する代わりの一種の優遇措置でもあった。後に、これらのピックアップトラックをベースとした2ドアのハードトップにも優遇措置が認められたことにより、それまで SUV を手掛けたことのない日本のメーカーが参入することとなり、低価格とスポーティーな雰囲気が受け、 ビッグスリーも小型ピックアップと小型 SUV に参入して一大市場に発展した。二度は優遇措置が廃止されるとトヨタと日産はこぞって四ドアモデルをメインとしたラインナップへ変更した。この気を逃さず日本のほとんどの自動車メーカーがこのジャンルに参入し競争が激化することで商品力は急速に高まっていった。ホンダとスバルは ラダーフレームあるいは FR の技術を持っていないため、自力での開発を諦め、両者ともいすずと提携することになった。レクサス LX やランドローバーレンジローバー、メルセデス・ベンツ G クラスなどの高級マーケットでの成功により、それまで無風地帯だったビッグスリーのフルサイズ SUV にも、キャデラック、リンカーンなどの高級ディビジョンが参入し、とより エントリークラスの位置づけであった、サターンまでもが SUV を発表するに至り、1990年代以降、全米でのブームは決定的となった。また軍用車を発端とする、クロスカントリー車が乗用車か、高級化した一方、ピックアップトラック発祥の SUV も二台シェルのボディ一体化や、4度明かしたことによって、両車が形状、中身ともに近づいていったことから、 1990年代からは同じ SUV の範疇と考えられるようになった。2000年代に入る頃には SUV をベースにしかしつの屋根を取り払ったスタイルのスポーツユーティリティトラックと呼ばれる従来のピックアップトラックと SUV の関係が逆転したものも登場した。しかし価格が高く燃費も悪い大型ピックアップトラック及び それをベースにした SUV への依存度を高めていた。北米ビッグ3は、原油高とリーマンショックで大きく失速し、GM とクライスラーは破綻の浮き目にあった。フィアット 500X ランボルギーーにうるす、黒関係 SUV は、非舗装路の走破性に重きを置いているが、道路の舗装化が進むにつれ、市場では、SUV の実用性に加えて舗装路、高速道路での性能を求める声が多かった。 そのため1980年代から徐々にピックアップトラックや黒缶系 SUV のような丈夫だが重いラダーフレーム構造から軽量な乗用車のモノコック構造をベースとし SUV 風のスタイリングと快適性を訴求したブが登場し始め人気を集めた。また1990年代後半のトヨタハリアーやスバルフォレスター、トヨタラブ4、ホンダ CRV といった 国産株税の北米での大成功以来、BMW、ボルボ、アウディ、ポルシェ、ランボルギーニ、ロールスロイス、マセラティ、アストン・マーティンなど、背の高い車とは、ほぼ無縁であった高級車メーカーや高級車ブランドが、次々に、クロスオーバー SUV を製造するようになった。2000年代の原油高騰で、昔ながらの燃費の悪い黒缶系 SUV の、 販売は一時的に失速した一方、比較的軽量で燃費で優位な株はその市場を送って成長を続けた。加えて2010年代以降は、ハイブリッドやクリーンディーゼル、CVT や多段 AT といったパワートレイン技術が発展したことで、環境意識の高い欧州でも市場を拡大。現在 SUV は北米、欧州、 中国など世界で市場を問わず最も大きな成長を遂げているカテゴリーとなっている。その勢いはセダンやクーペステーションワゴン,ン、果てはコンパクトカーまで売れ筋であろうがなかろうがあらゆるカテゴリーを喰らうほどで米国負荷と米国フォードに至っては北米でセダンやハッチバックタイプのコンパクトカーを廃止し SUV に注力することを決定している。 なおクロスオーバー SUV は、もともとは、モノコック構造である以外は、黒海系 SUV と、ほとんど変わらない外見を持つものが主流であったが、近年の SUV ブームを背景に、外観はほぼクーペやセダン、コンパクトハッチバックに限りなく近く、車高を上げただけであったり、黒観風の装備をつけただけで SUV を名乗るものも、増えている。フォードエクスプローラーとフォーカスの衝突実験クーペや、 正段、ステーションワゴンなど、通常の乗用車に比べると、基本的に最低地上高が高いため、雪道、段差、悪路で、ボディ仮面をする心配が少なくなる。前高も高い分イポイントが高く視界良好、積載性も高いなどの実用性に優れる。またそのボディの大きさへ合華性、ステータス性を演出できるメリットもある。ただし一般的なミニバンほどではないものの、 最低地上高や前高が高い分ロールが大きく、ドライバビリティの面では、クーペはともかく、セダンやステーションワゴン、コンパクトカーに劣る。また重量が大きいため低回転域での大トルクが必要なことや、ピックアップベースの SUV は、北米市場の好みから、排気量の大きなエンジンを搭載しているものが多く、さらに車体価格が高いことに加えて、 頑丈なフレームや足回りの重量と体型タイヤの抵抗、追加された駆動系の抵抗、大きな車体による空気抵抗や投影面積の増大など燃費が悪化する要因が多い。このため、中価格以下の SUV はアンダーパワーを承知で小さめのエンジンを搭載して燃費を稼ぐケースが多い。またタイヤは大きめで車重の重さゆえ、摩耗率も高いため、 全体的に維持費は通常の乗用車よりも高くなる傾向にある。衝突安全性面では車体が大きい分頑状なフレームを搭載でき、またクラッシャブルゾーンなども大きく取れるため有利になりやすい。また、乗員の位置が高い分、サイドメンバーが乗員を守る有効に働く、頭上空間が広いため車体上面が潰れても、頭部、首を守りやすいというメリットもあるとされ、 乗員保護の観点からは安全性は高いとされる。その一方で他者に対する衝突安全性については数々の難点が指摘されている。例えば衝突相手が軽自動車など質量が小さい車であると運動量保存の法則により相手を弾き飛ばしてしまい大きなダメージを与えてしまう。アイルランドのダブリンにあるトリニティカレッジの研究者シムズ講師らによると 米国から取り寄せた重大事故に関するデータを分析した結果、SUV はボンネットなど車体全部が乗用車より高く歩行者と衝突した場合、歩行者が頭部や腹部などにより深刻な衝撃を受ける恐れがあるとされる。1990年代前半から日本などでアクセサリーとしてグリルガードを装備することが流行ったが、対人衝突時の危険性が指摘され、 ウレタン樹脂製の形だけのものへと変わり、現在では、社外品以外ほとんど見られなくなっている。ユーザー層という観点から見ると、日本の国土交通省の調べでは、SUV は視界が広くなるため運転しやすいことから、運転にあまり自信のない女性運転者のほか、初心運転者や高齢運転者などに人気が高いとされる。 さらにトヨタ店の資料によると、年齢的には20歳代、第30歳代の交通事故発生率の最も多い若年層に人気が高いとされており、これらもろもろの事情から SUV に対する危険を呼びかける場合が時々あった。しかしこうした弱点は、近年の自動車メーカーたちの厳しい安全規制への対応努力、歩行者用、エアバッグの採用や、 先進運転支援システムの充実などによりカバーされるようになってきている。前行の高さと全幅の広さゆえに立体駐車場に駐車できないことが多く、路上駐車を助長する要因の一つにもなっていたが、近年は SUV 以上に背の高いミニバンおよびトールワゴンの登場と SUV の低前効果が進み、駐車場側も改善されてきたことでそれほど問題に、 されなくなってきている。2020年代の EV シフト下において、ブランドの EV 第1弾として、SUV が選ばれる傾向にあるが、これは、バッテリーモーターの積載の都合がつきやすく、また流行のボディタイプのため採算が確保され、安いならであると推測されている。高い走破性を生かして、ラリーレードやオフロードレースを主戦場とする。市販車無改造クラスでは、 ラダーフレーム構造の黒管系 SUV が一般的であるが、改造車クラスでは、マーケティングの観点から、モノコック構造の下部の採用が多く、中には、セダンや、コンパクトカーを SUV に仕立てるケースもある。また、グループ T 1規定では2輪駆動車でも4輪、駆動車と互角に戦えるよう、規制が大幅に緩くなっている。このため、ダカールラリーを3連覇した、 プジョー 3008DKR マキシをはじめ二輪駆動の SUV が参戦することももはや珍しくない。近年は乗用車下の著しい株が小回りと俊敏性を求められるスプリントラリーへ参戦するケースも増えてきている。2008年に鈴木 SX4、2011年にはミニクロスオーバーが WRC に参戦した。 地方選手権では2017年にトヨタラブ4が北米アラナショナル選手権の二輪駆動部門を制覇したほか2018年のエイプクでも SUV で争う SUV カップが創設されており2019年は AP4 規定のトヨタ CHR とスバル XV がグランドファイナルで総合王者の座を競ったまたパイクスピークヒルクライムではレンジローバーやベントレー。 アキュラの SUV が参戦した例がある。サーキットレースでの使用は非常に少ないが、トヨタが2005年に、レクサス RX400H、2016年と2019年に CHR で参戦した例がある。またジャガーは、フォーミューライ、e、のサポートレースとして、電気自動車の SUV である iPace を用いた、ワンメイクレース、ジャガー i、 パーチェ、e、イトロフィーを2018年から開催している。ヒュンダイ2損傷業的な理由から、BMW は SUV ではなく、サブという名称を使用している。またスバルは、乗用車種、レガシーをベースにした、ワゴンタイプのクロスオーバー SUV の、レガシーアウトバックに、スーはという独自の故障を用いている。そして、ヒュンダイベラクルスはラブを名乗っている。さらに、 キャッチコピーとしてではあるが、ツーソンラインの韓国向け CM では、セクシーユーティリティビヒクルという語が登場した。また個別の車種についても、トヨタラブ4、ホンダ CR-V、ボルボ XC60、レクサス GX など、似たコンセプトの名称を使う車種が多い。従来のピックアップ系、黒缶系と区別して、クロスオーバー SUV を指す略称としてカブ、または、 ザブが用いられることがある。一方で、米国に限られるが、スポーツ性や居住性を重視した、スペシャリティピックアップトラックを、スト、カットなどと呼んでいる。ありがとうございます。